3日、川口オートで SG 日本選手権の優勝戦が行われ、地元の森且行、川口イコール46が悲願の SG 初制覇を果たした。レース後、走路内で行われた表彰式では、川口市の奥野岸信市長69が、本当におめでとうございます、川口としても長い間優勝を待っていましたと祝福。優勝パレードで走路を一周すると、ファンから大きな歓声と拍手を浴びた。森は、約束が守れてよかったとコメントし、応援してくれたファンに感謝した。目を潤ませながら言葉を絞り出していたが、パレードでは笑顔を振りまいた。これまで初優勝でも GI 優勝でもがスポーズはしたことがないんです、それ以上のもの SG を取りたいのでと語っていたが、カメラに向け笑顔で力強く拳を握りしめた。